そこそこいるみたいですね。釣り人が偵察してます。なんかここの正面なんかコンテナとかあって、なんか作業してんのかな。あったかいんだけど、そんなに人いっぱいって感じでもないですね。でもいる、まあいい、まあ、時間が時間なんでってこともあるかもしれないですけど、ちょうど、夕まじめの前って感じなんで、そんなもんかな。ご視聴ありがとうございます。チャンネルの海原の小原です。今日日曜日の午後、天気はいいですけど、まあ、ちょっと時間的なあれとかちょっとあれで、今日釣りには来て、ね、来られなかったんですけど、今弁天島海浜公園に来てます。こんにちは、皆様お疲れ様です。小原です。風が強くてですね、釣りをちょっと喋ってるのが、聞き取りづらいのでナレーションをかぶせていきます。今ここ弁天島海浜公園でもね、日曜日の午後4時前くらいかな、この時間、弁天島海浜公園で、まあ、釣り場を見てですね、それからですね、この日、今日はですね、この日、今日って言っちゃいますけれども、今日はですね、舞坂、ここ舞坂なんですけれども、舞坂っていうところなんですけれども、まあ、舞坂で検索してですね、美味しいラーメン屋さんがあるって、前々から噂になってるのを知っててですね、そこ行ってみたいなって思ってたところがあったもんですから、まあ、検索しても出てきたんで、そちらのお店に行ってみようということで、まずは、釣り場を見てですね、偵察して、今こんな状況だよってことをですね、この動画を見られていらっしゃる、日本全国浜名湖釣りファンの、皆様たちにこの状況をお見せしてですね、それから、そのラーメン屋さんにお伺いしようかなって思ってます。この後に、そのラーメン屋さんに向かいます。私もですね、まあ、釣りやられてない方もですね、まあ、釣りやられてる方ももちろんなんですけど、釣りやられてない方でこの辺に来られる方、まあ、ドライブなんかに来られる方も、そちらのラーメン屋さん、ちょっと結構話題になってるもんですから、話題になってるって言っていいのかな、あんまり変なこと言うと迷惑かかるってあんまり言わないですけど、とにかく、まあ、美味しいラーメン屋さんあるよって前々からですね、私の耳に入ってたものですから、そちらのラーメン屋さんに、これからこの後向かうことにしました。その前にですね、やっぱりこの釣りやる者としてはですね、釣り初心者といえばいえどもですね、この魚いるのかどうかって気になるんで、こうやって今見てるところです。今ですね、お腹がものすごく出てて、ものすごく太った人だなって思われたかもしれないですけれども、このヤッケの前のポケットのところに、手袋とか、カメラとか入れてるもんですから、こんなふうになっちゃって膨らんじゃってます。まあ痩せたいなっていうのはあるんですけど、まあ、それはそこまで今の見た目ほど太ってはいないです。そんなふうです。自転車で来てますね、この日も。マナコベースってことはちょっと喋ってるの聞いてみましょうか。何喋ってんだろう。この辺来たら、美味しいラーメン屋さんがあるよってのも、やっぱりラーメン屋さんのこと喋ってますね。この辺来てですね、ブラブラして浜名湖見て、浜名湖豪華と思った後はですね、まあ、ラーメン屋さん行ってみるのもいいんじゃないかなと思います。釣り場ですね、釣り場チェックしてます。こっちもいるの。釣り場よりもやっぱりこう来てですね、この辺来てですね、こう浜名湖があって思って歩いてる人がやっぱり多いですよね、人口としては。この日はですね、暖かかったんですけれども、まあ先週の日曜、この先週の前の日曜日のことを思うと、ちょっと釣りやってる人の数は少ないように思いました、感じました。いないことはないんですけど、なんかのんびりとした。私もですね、まあ、釣れないだろうなと思って、こういうことを企画しました。まあ、正直言っちゃいますと、この海面見てもですね、魚の底にも見当たらないという状況ですね。魚は見えないですね。魚は見えないって言ってます。これがスマホで検索した時ですね、浅草県分店ってとこです。ここです。もう入っちゃってますけど、中華そばと餃子しかメニューがないです。これ座ってらっしゃった方がですね、どういった時にパッと写真撮らさせていただきました。まあ、写真撮ることは許可いただいたんですけど、まあ、動画どうだったのかってちょっと、まあ、聞きづらかったんで、とにかく混んでましたね。次から次へとお客さんが来るっていうことと、この店の前のところにですね、駐車場があって、もうちょっと離れたところに、ちょっと離れたところにですね、小学校の舞坂小学校の東門の入り口があって、そこ
校から近いんですけど、その前坂小学校の壁のところに面したところにも駐車場がありました。もうあれいただいちゃってますね。それでもうこれ出てきて帰るっていくっていうところですね。この店の前にもですね、待ってらっしゃる人がいてですね、お客さんがいて、っていうことでした。しゃべってるのは聞いてみましょう。お客さん来てかなり賑わってるというか繁盛してるお店だなと思いました。シンプルな味のラーメンで、昔ながらの中華そばみたいな感じでしたね。昔ながらなっていう感じは当たってると思うんですけど、こう言ってるところにですね、シンプルって言ってますけど、スープが複雑さを持ってるっていうか、深みがあるっていうか、そんな感じでしたね、スープは。前坂小学校の東門って、昔ながらの中華そばっていう感じなんだけど、このスープがちょっと味があるっていうか、深みがあるっていうか、そういう風に感じました。もうメニューが、味よりもメニューがシンプルですよね。ラーメンと、餃子、次から次へとお客さんが来るんで、その緊張感がありましたね。緊張感があったのと、ここのお店の場所もですね、かなり分かりづらいんで、ナビ使って来られるのがいいんじゃないかなと思います。私もですね、地域の方に聞いて、場所が分かりました。よろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。浜名湖ベースってことを掲げてやってますんで、まあ、浜名湖関係の情報も出していきます。他のこともやってるんですけど、お願いします。いやー、ラーメン食べた食べた。次回は前坂釣り終わりに来るぜ来るぜ。いい天気ですね。